出張ホラーナイト、ウィーウィーラストです、皆さん安心してください。ラストか、なかなかやりきりましたね。やりきってるね。怖かったけどな。しかしここまだラストスパートがあります。なるほど。9コミネトンネル、トンネル系か。トンネルはやめよ、ね、ということで、どんなトンネルかと言いますと、連続幼女誘拐殺人事件の宮崎さんっていう犯人がいるんですけど、うん、この方が被害者の女児一人を殺害した現場です。うわ、現場か。まああまりに卑劣な事件なため、当たり前に浮かばれてはいないでしょうと。それ以前にも女性の霊が出ると噂されていた心霊スポットでもあると。場所で亡くなってるっていうのはあんま行ったことないよね、うん、って考えるとここ SS に入る可能性はある。高いですね。うわ、一応レート的には A から S、うん、おって感じの評判ですね。 A から S 舐めれないからな俺ら、うん、もう経験したから、まあ、BCDE ぐらいもなりますから、基本的に、まあ、我々 SC スタジオはもう出張ホラーナイトの時はもう B 以下はいかないんです。いきません、うん、行きましょう。あー、気抜かずに行こう。本当道になってんだよね。うん、やっぱ旧っていうから昔は道だったから。え、切れた。え、押したんでしょ。いや、押したんでしょ。ここでしょ。押したらやばい。ちゃんとガードレールあんだね。うん、まあ旧だからね、うん、しっかり使われてないね。うわ、なんかもう明らかにやべえガードレールあるね。見てはならなそうなガードあれ。うわうわ、トンネルまで意外と歩くんだな、うん、ね、遠い。超山だったんだろうね昔。じゃあもともとここは何、車も走ってたってこと。そうでしょ。いやこれ見りゃそうだ、うん、でも人殺しちゃうぐらいだからあんま人気なかったんじゃない当初。確かにそうだ、ね、確かに急にだけどさ、うん、やってもおかしくねえな。うわっ、左、うん、聞こえた、聞こえた、聞こえたよ今。どう刺さってるんだよ。え、もうなんかいたよね今。もうもはや触れた途端だその内容。急にさ、道がさ、うん、もうそういうことがあってもおかしくないって感じするよ、うん、する。あー、ここにもミラーある。なんか書いてる、中古のミラーある。ミラーに何か映ってるよ。いや、やべえ、こういうこと言わないでよ。普通にミラー、シャカシャカシャカ、うん、カサカサ。あっちあっちあっち、マジ、うん、まだたどり着いてないんだよみんな。まだついてないよ。落ち着こうぜ。なんかおかしくねえか、距離がおかしい、ね、だってこれ両方見るためのカーブミラーだぜ、うん、なんで2個、ここに2個さ、さっきのが、さっきのがもうすぐそこなんだ。すぐそこ、あ、光ってるよあれ、うん、これ向いてる角度おかしいし、ミラバカ怖くなってきたんだけど、ね、ちょっとね、いや、マジ早くトンネルついてほしい、うん、意図がわからん。トンネル早くついてほしいんだけど、一応ね、遺跡はある、うん、ガードレールプラス柵みたいなのね。この下は普通に崖になってるかな。結構だから下見えねえわ。え、この崖だね。あ、結構高いじゃん。あれ、なんかまた違う感じになった。てか狭くなった道が。本当だ。うん。平成18年。平成18年。ああ、新しい。ガードレールの感じが変わったね。新しくねえよ、お前何歳で。え ?18 年。あ、新しくねえ、バーが。なんか看板らしきもの。急に目的地出てくるから、マジで見えへん。そうね。ドンって出てくる。それなんて書いてあるの?ドリフト。ああ、ここ、走り屋が頑張った。ああ、走り屋がいたんですよ、多分。なるほど。またミラーがあるね。あるね。あ、次こっちカーブ。めっちゃ鳴き声聞こえるじゃん。聞こえる？え？またミラーがあるね。あるね。あ、次こっちカーブ。めっちゃ鳴き声聞こえるじゃん。聞こえる？え？あれ？あ、今光った光ったそこ。え、いや違う違う違う、上で、上らへんだよ。下はなんかあるけど、ガラスみたいなもんじゃないの。さすがに CD みたいな。あ、し、え、上なんだよ。ちょっと一旦俺ナビ見るよ。
めっちゃ頭痛くなってきた。マジ大丈夫か。普通に呼吸重くね。重い。同じ道だよね。うん。うわっ。わ。急に来た。本当に急に来た。本当に急に来るんだ。ついてしまったね。急ってついてないんだね、やっぱ。小峰峠。新方に新ってついてる。え、なんかさ、あっち明かりついてない、うん、え思ったんだよ、俺もそれ。あ、ほんとだ、ライトついてるわ、思ったよ、それ今。大丈夫かな。あ、漏らした漏らした漏らした。ライトついてる、ライトついてる。思った、ほんとだ、電気ついてる。え、マジか。え、待って、これやばいって。今、うめき声したじゃん。今、すげえ走ってる人いたよ、そっち。落ち着け、マジで落ち着け。走ってる人いたよ、そっち。マジか。マジか。え、待って、これやばいって。今うめき声したじゃん。マジか。マジか。え、待って、これやばいって。で次走って一緒だよ、そっち。落ち着け、マジで落ち着け。走って一緒だよ、そっち。ちょっと、マジでやばい。今のやばいよ。今のやばい、絶対入ってる。100入ってる。今の聞こえた人。はい。いや、お前ら多分違うよね。こいつは違うよね、反応してるとこ。パキってやつでしょ。え、そうだよ。違う。え、やばいよね。やばいよね。やばかった、今。待って、なんで電気ついてんの、マジで。普通に、なんか、うわー、無理。もうパキパキいってるし。無理。鳥肌やべえ。今の聞こえてないわ、ありえないよね。いや、ありえない。バカでかかったよ、普通に。超近かったもん。バカでかかった。俺、今、トンネルの中に誰かいるのかな。ね、それぐらいだって、なんか誰か。俺、この柵の後ろぐらいにもういた感じで、今。え？そう、俺、誰か普通に先客がいて、喋ってんのかなと思った。二人見てたら、マジで怖いんだけど。確かに。これやばい。2、3にする。そうしよう。1人は来てる。やばい。ずーっと続いてる。一切使ってないのにね。うん、この感じね。で、先は見えない。俺たつきが引いた声に関してやばすぎ。やばすぎ。てか俺も正義と2人じゃいけない。もう1人欲しい。1人ね。どうしよう。え？寒っ。ちょっとトンネル抜けた先に何があるのか、ちょっと試してみた。これ雪だと思ってさ、白いの。待って、やめろ。俺はもう察したぞ。雪じゃない、察せない俺。何、あ、これ備えてあります。